2020年を目前に何が変わっていくのかではなくて、問うべきなのは何が本質として残っていくのか。出会いのデータを新しい価値につなげていきます。ダメだったら学びとしてポジティブにそれを捉えて次のステップに行くということもできます。何かをプロジェクト化していくというのではなくて、出会いを出会っただけで終わらせない。When you bring people together from different parts of the world, high context communication breaks down. So we have to move to a more simple way of communicating. 皆さんはなぜ働くんですか？自分の働く理由が分かんなければ変えられない。まずしっかりと業務プロセスを整えることができたらば、それをですね、ロボティクスにしっかりとシフトしていくと。世界に対する窓、日本の人ももっと世界に出るべきだし、その逆もしっかりとやるなと。The hypothesis we wanted to test was, could Facebook at work impact other companies? 名刺交換の皆さんってどれくらいいらっしゃるんですか？9割弱のお客さんは全くそれお金かけただけのリターンがないって言ってるんですよ。これはですね、人間が宇宙に生活圏を築けるような時代を作っていきたいというメッセージを込めています。やっぱり自分でも結構出会いって無駄にしがちだなと正直心情を持っていて、異文化交流というところで私も結構海外の方たちと仕事すること多いので、非常に参考になりました。森のような失礼だったので、壮大なというか桜がイメージされている展示ブースだったので、こういうの見たことがないなっていうところは感じました。いろんなツールを工夫しながら仕事の中で使えるって非常にいいことだなと思って、今日も体感させていただきました。いろんなブースがあって面白いなと思って、今こういうこともできるんだなと改めてちょっと感動しております。ランチセッションはコンカーさんのお伺いさせていただいたんですけれども、当社の中で業務の効率化取り組んでおりますので、ぜひ営業さんたちの業務効率化に役立てたいと思いました。量子コンピューターと AI とかいろんな広がりが見えてくるというふうなことが理解できましたので、これからも一緒にビジネスをもっともっと大きくしていきたいなというふうなワクワク感がありました。